クリミアの燃料貯蔵庫が破壊されたと報道で、ロシアはクリミア大橋の封鎖を決定。クリミア大橋の交通は今機能不全に陥りつつあるとのこと。先日のクリミア大橋への、おそらく水上ドローンによる攻撃だったかしら。ウクライナ軍のクリミア半島への攻撃は、どんどん進んでいるようですね。そうだな。ここで興味深いのは、ウクライナ軍がロシア軍の行動を動きながら、効果的にクリミア半島の重要拠点を破壊して行っているということだ。具体的には、クリミア大橋への攻撃以降、ロシアは防空兵器をクリミア大橋、あるいは軍港セバストポリなど、クリミア半島南部の守りを固めたものの、この動きを見てウクライナ軍は北部を攻撃し、今回、飛行場近くにあった弾薬庫と燃料貯蔵庫を攻撃。1ヶ月分の軍事物資が失われたとのことだ。うおー。それはまたすごい。まさかクリミア大橋の道路橋への攻撃は、クリミア半島の重要拠点を攻撃するための、ウクライナ軍の陽動的な攻撃だったのかしら。ロシア軍が過敏に反応したところで、継戦能力の要となる軍事物資の集積地を攻撃する。なんとまあ合理的な作戦だことで、まあ、実際のところ、は不明だけどな。ということで今回は、ロシア反撃手段なし巨大弾薬庫が爆発で、1ヶ月分の軍備消失と題し、現在のクリミア半島におけるウクライナ軍の苛烈な攻撃の様子についてまとめていこうと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かったためになったとか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。7月17日、クリミア大橋の車道橋がウクライナ軍の攻撃によって破壊されたことが大きな話題となった。破壊が報告された当初は夜だったため、破壊された橋の様子は伝わってきてなかったが、その後新しく日が当たっている状態で、橋脚が崩壊している映像が公開されることになったぜ。やっぱりこう見ると、上空からの攻撃、ストームシャドウとかの攻撃ではなさそうよね。やっぱり橋の下側、水上ドローンを使っての攻撃ってことなのかしら？おそらくそうだろうと、以前の動画でも解説しているものの、もしかしたら新しい情報が出ている可能性もある。もしこの車道橋の破壊に関して、何か新しい情報を知っている方がいらっしゃれば、コメントで教えていただけると助かるぜ。たまにめちゃくちゃ情報を追っててすごい知ってる方見かけますもんね。さて、この車道橋への攻撃は、ロシア軍の軍事物資の要である鉄道橋を破壊していなかったことから、クリミア半島にいるロシア軍の兵站への影響は、正直限定的であると予測されていた。しかし、ここに来てウクライナ軍によるクリミア半島への攻撃がとんでもないスピードで苛烈化したことで、鉄道橋を破壊していなくとも、クリミア半島の兵站に重大な損害が生じるようになりつつある。その一端こそ、今回の飛行場と巨大弾薬庫の破壊に関する話ね。7月22日、各社メディアはクリミア半島の燃料貯蔵庫が、ウクライナ軍の自爆ドローン攻撃で被害を受け、クリミア半島中央部の、クラスノフバルジースキー地区にて、燃料貯蔵庫とともに弾薬庫が爆発したとの情報を公開した。こちらがその実際の映像とのこと。遠くからではあるが、大きな黒煙が上がっている様子がわかるな。これは大きな爆発ですね。しかも狙ったのが弾薬に、燃料貯蔵庫ってことは石油でしょ？引火したらそりゃ大爆発ですよ。この弾薬庫と石油貯蔵庫の規模は大きなものだったようで、この攻撃でロシア軍は1ヶ月分の軍事物資を喪失した、とウクライナ系メディアは報告している。また、ちょうどこの3日前の7月19日には、クリミア半島の東部、クリニチキ村の近くにあるロシア軍の軍事演習場でも大きな爆発があり、ここでも弾薬庫が消失。2000人以上が避難したと報告されていたな。一連の攻撃で、高速道路やクリミア大橋などの主要道路が相次いで通行止めとなり、クリミア半島はてんやわんやの状態ではあるぜ。いや、クリミア半島、爆発多すぎて恐ろしい場所になってしまいましたね。これロシア軍の防空兵器、本当にどこ行ったというの？ロシア軍の誇る最強防空兵器である S400 は？ S400 が今もクリミア半島にいるかどうかは不明だが、7月19日までにロシア軍も対応していたようだ。それこそ7月17日のクリミア大橋への攻撃、そして7月19日には東部訓練施設への攻撃で、クリミア半島のロシア軍は、クリミア大橋からセバストポリにかけて、クリミア半島の南部に防空兵器を集中させていた、という情報が上がっている。これをウクライナ軍が見越していたかどうか、正直なところは不明だが、ロシア軍のこの動きを見ると、ウクライナ軍のミサイルやらドローンは、クリミア半島の南側から侵入して、クリミア大橋やら軍事施設を攻撃していたのかもしれないな。その動きを逆手に取るように、今度はクリミア半島中央部の弾薬庫を攻撃したというのが、一連のクリミア半島の爆発騒動に関する流れだ。ちなみに7月22日に爆発した巨大弾薬庫に燃料貯蔵庫、ここ、実は近くに飛行場がある場所であり、2023年5月に入って、急速に弾薬庫や燃料貯蔵庫の建造が進んでいた施設でもあった。おそらくだが、ウクライナ軍はこの情報を衛星写真などで掴んでいたものと思われ、施設として利用できるタイミングになったタイミングで、破壊したと思われるな。うおー？どこまで計画通りなのかわからないけど、すべて繋がっていたとしたら本当にすごいわね。クリミア大橋とか東部の訓練場への攻撃で、ロシアの防空兵器の目を引きつけておいて、本当に狙っていたのはクリミア半島のロシア駐留軍の要となる、巨大兵站施設だったってこと。そりゃ世界中がクリミア大橋への攻撃に注目するはずですからね。まああくまで憶測だ。しかしそれが全て計画のうちであったかと思われるほどには、ロシア軍の動きがウクライナ軍の術中に、がっつりハマっていたと思われるような動きではあったぜ。しかも本当に恐ろしいのは、クリミア大橋への攻撃が、鉄道橋ではなく道路橋であったことで、クリミア半島における混乱が加速しているという事実にある。混乱？渋滞のことかしら。確かにクリミア大橋の車道橋が破壊されたことで、クリミア大橋には渋滞が発生したとか言ってたわね。なんならクリミア大橋が通行止めになったことで、別のルートである北から迂回してザポリージャ州、ドンバス地方からロシア本土に戻る幹線道路も、渋滞が巻き起こっていたとかなんとか、そういうことだ。実は弾薬庫や石油貯蔵庫の爆発、訓練施設の爆発のたびに、クリミア半島では住民の混乱を避けるため、道路の封鎖を行ったりしているようなんだ。これがこの数少ないクリミア半島周辺の主要道路の交通渋滞を引き起こしており、ここ1週間程度で、クリミア半島からザポリージャ州、ヘルソン州のロシア軍の兵站網にすら、重大な支障が生じていることが発覚している。これはここ1週間単位で、クリミア半島からザポリージャ州、ヘルソン州へのロシア軍の軍事物資の輸送量が大きく低下したという結果に繋がっているな。マジかよ。鉄道橋じゃなくて車道橋を破壊したことで、クリミア半島北部で渋滞を引き起こす。そうなると、ザポリージャ州方面への軍事物資の輸送に遅れが出ると、そこまで動きが読めていたとしたらもう脱帽だわ。完全に現代の公明がウクライナにおりますねこれ。これももちろん、計画的なウクライナ軍の作戦かどうかは不明だがな。結果的に、鉄道橋の破壊だけではなく、車道橋の破壊もロシア軍に重大な損害を与えるということが、今回の車道橋の破壊で証明されたことになる。慢性的にこういう状況が続けば、ザポリージャ州方面のロシア軍防衛線部隊は、深刻な物資不足に陥るかもしれない。果たしてこのクリミア半島への働きは、ウクライナ軍とロシア軍それぞれにどのような影響を与えていくのだろうか。次はこの辺りを見ていこう。7月22日、クリミア半島でロシア軍の重要な兵站施設が被害に遭ったことを示す情報とともに、東部バフムート方面、及びザポリージャ州のオレホボトクマ区間にて、ウクライナ軍が強烈な前進を見せたことが大きな話題となった。特にこのオレホボトクマ区間の攻勢、ロボーティネに向けての戦いでは、ロシア軍の第一防衛ラインの中では最もロシア軍の防御が薄い場所だったようで、ウクライナ軍は主力部隊を引き連れて攻撃を開始。クラスター弾などを用いて前進に成功している。しかし、この300メートルの区画を占領するのに、ウクライナ軍は1ヶ月近くの期間を有している。これはウクライナ軍が2023年6月時点の反攻作戦の初戦で、結構な損害を負ったため、機甲部隊による前進ではなく、地雷を警戒して歩兵部隊が主力となって前進しているからだ。結果、進撃は遅いものの、着実に前進できているというのがこの方面の戦況である。なるほど。6月初めのレオパルト2防戦車とか、ブラッドレイ歩兵戦闘車の結構な消失、ロシア軍のカモフ52とか、攻撃ヘリの対戦車ミサイルの攻撃と地雷が痛かったって話があったわねー。この1ヶ月で、その戦術をがっつり変えたということね。ウクライナ軍は自走榴弾砲などの砲兵部隊による砲撃で、ザポリージャ州方面の兵站網も、積極的に攻撃していることが確認されている。すなわち現時点でのウクライナ軍の意図としては、ザポリージャ州での勝利のために、前進と兵站施設への攻撃を続けつつ、さらにザポリージャ州への軍事物資の供給を妨げるため、クリミア半島への攻撃を激化させているという、ウクライナ軍による連動した作戦の傾向が見て取れるな。特にクリミア半島からザポリージャ州を通って、ドンバス地方に続く車道が渋滞になったって話が、兵站網に大きなダメージを与えているというわけね。やっぱりウクライナ軍が本気で狙っているのは、ザポリージャ州方面ということなんすかね。ところがウクライナ軍の攻勢は、バフムート方面でも激しく続いているようだ。7月22日同日には、バフムート市街地南側、クリシェイフカ方面でもウクライナ軍が攻撃。この地域のロシア軍の陣地は、ウクライナ軍によってほとんど制圧されてしまったとのことだ。この地域は確か、高台があるためにロシア軍の強固な防衛陣が敷かれていた場所ね。何度か激しい攻防が繰り広げられていた印象だけど、さらなる前進に成功したんか。そうだな。ロシア軍は空挺部隊やら特殊部隊をクリシェイフカ方面に進軍させ、陣地の奪還を狙ったようだが、これはウクライナ軍に撃退されてしまっているな。このバフムート南部の戦いは、現在ロシアとウクライナの長い戦線の中でも、特に激しい戦いが繰り広げられている場所になっている。ただしやはりバフムートの戦略的価値については、ロシアもウクライナも大きなものがなく、この点についてはバフムートで激しい戦いが起こっているのは、不思議な点が多いな。ロシア軍の防衛戦力を、なるべくバフムートに引きつけておきたいってことかな？おそらくだが、バフムートはお互いに戦略的価値が高くなりすぎたということだな。ロシア軍としては、せっかく落としたバフムートを攻略されれば、ロシア軍の威信に関わるし、ウクライナ軍としても、それがロシア軍の政治的混乱を引き起こすことを知っているからこそ、バフムートでの攻撃を続けているように見えるな。ポイントになってくるのは、やはりザポリージャ州。この方面のロシア軍が、どれほど戦闘が続けられるのか、あるいはウクライナ軍が、どれだけ早い段階で兵站を破壊できるのかにかかっていると言えるだろう。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。